钱的嘞。到这边应该是看。さあ、センタービーを映ってますよ。ちょっと眩しいカラーは今、太陽で隠してるかな。ああ、気づかれましたね。はい、じゃあ押さえてあります。はい、チーズね。こういうのこうピクチャーだよ。あっちだよ。わかんないよ。はい、じゃあ押さえていきます。いいですか。はい、チーズ。ああ、大丈夫ですね。さあ、撮った写真は後ほど皆様にプレゼントいたしますよ。小学校1年生、それではどうぞ。前回の記録は74キロ。またミッション。おぉ、さあ、続いて幼稚園に通うおなじみのリク君。リク君、もうちょっと前からでいいよ。前からで。リク君、前から前から。よし、リク行こう。せーの、オッケー。さあ、続いて横浜市は鈴木会ご来場、山田光栄さん。小学校5年生、チームではセカンドショート。おーい、88キロ。さあ、今日はレベルが高いですね。続いて小学校5年生、川井菜々美ちゃん。さあ、菜々美ちゃん、大きなフォーク。ナイスバレー。55キロでした。さあ、続いては東北からご来場の川田光陽君。パパとのキャッチボール横浜のエレベーター、おしゃちゃち、すごいよ。誰かいる？
天気悪いな。やっぱケチだな、ボール持ってないもんな。あボール誰も持ってない。ラスト、背番号90球、中村大輝。じゃあ、それは何？はい。Como a pitcher ni la americana. Dani, Dani.
か。ファインプレじゃシャボン玉じゃ無理だよな。わあ動きれいだ、ほら。ハーフタイムバブルショー、皆様ありがとうございました。試合中にシャボン玉飛ばさないようにご注意ください。はい、修学旅行の場所は愛知県豊田市。